一つ。王の牧の存在は、文献上では知られるが、場所は確認されていない。同志の涙、安住、和だから、東築間郡山形村にかけて存在したと、考えられている。また、同じく、島の国築間郡の萩原牧や、安住郡のイノシシシカでは、その存在を裏付ける、古墳群が存在するが、王の牧があったと否定される土地には、 古墳が見られないことから、王の牧の成立を646年の大化の白草令以後と考える説がある。上岸寺両目録には、品の国王の章102丁2段50歩在地熊群、との記述がある。これは、王の牧の牧場であった私氏が、牧内の推理の良い土地を開発し、これを、右大臣、藤原義美に寄進して荘園にしてもらい、 さらに上岸9年天皇の祈願寺であった上岸寺に全国10カ所の荘園と共に侵入したことによると考えられる。このような捜査をすることによって富裕祖国史不入の権を得て藤原氏が両家にあり、畑氏は荘園月に任命されて荘園の実権を有利に握ったものと考えられる。初期荘園としては品濃国では古い方であり、 正域は202兆と記録されている。鎌倉時代には、東鏡文治2年3月12日上に、御白川法王から源の頼朝に示された、関東御ち行国々内のグミ最小注文に、様両領,領の王の巻として見える。ありがとうございます。